猫さん大暴れですよ。都市1060の猫さんは大暴れでございますよ。こちらのレポートは決闘の方でね、猫さんが相手の方にね攻撃した履歴なんですよ。はい、こちらの方がね、猫さんが単独で相手の方に攻撃した戦闘レポートなんですけど、すごいですよね。めちゃめちゃすごくないですかこれ。やばいですよね。そして今からやるのは単独攻撃ではなくて集結攻撃をね、今から実際にやっていこうと思います。さて、因縁の対決の決着はどうなるんでしょうか。わっしーだっす。こちら都市1060でございます。はい、でね、前回の因縁対決の動画あったと思うんですけど、そちらの方でね、今回決着をつけようと思うんですよ。で、すごくヒートアップすると思うんですよ。エキサイトしてる形の戦いになるとは思うんですが、今からね、王の集結打っていこうと思うんですよ。さらに相手の方はね、すごく強いんですよね。メンバーさんはね、続々と集まってきてますね。今ね、ログイン率が2、30人になってますんで、王の集結の破壊力もすごく高くなるんじゃないかな。そして参加するメンバーさんのチンピラさんがすごくレベルがハイレベルなね、チンピラさんばかり集まってるんで、今からすごいことになるんじゃないかなとは思うんですが、相手がね、INS、タスさんでございます。以前はね、仲良くさせていただいてたんですが、今はね、交渉決裂から、今もう本当に因縁対決に移ってますね。移行しておりますね。そこで、今から実際にこのタスさんに王の集結を打っていこうと思うんですが、戦闘力がね、3699万、約3700万ぐらい。そしてバフの方がね、大体ね、前知ってる限りでは1000ぐらいはありましたね。下手すると今ね、1000超えてる余裕で。まあそのぐらいのね、方に攻撃をね、していこうと思うんですよ。王の集結、打っていこうと思うんですけど、バリアされる場合もありますが、さてどうなるか、もうこちらの方はね、準備万端ですんで、今からね、実際に王の集結やっていこうと思います。はい、今からね、行きますよ。皆さん、王の集結行きますよ。気合入ってますか？どうですか？はい、行きますよ、マジで。まあ僕を待っとったらしいんで、ちょっとね、行きたいです。猫さん、よろしくお願いします。始まりまして、今ね、王の集結かけていただきました。ここからどうなるか。さあ、どうなるんでしょうか。僕は T10 と TQ っすね。この辺を入れていきたいと思いますね。まあ、TQ が T10 多めで、これマックス部隊なんで、これがマックスっすね。僕が出せるマックスを全部、放ちました。入れ込みましたね。後の方は逃がしといていいと思いますよ。すごい続々集まってきてますね。参加率が半端ない。今回の王の集結もやばそうっすね。限りなくやばそう。そして横槍も来る可能性もありますんで、僕はこちらにいるんですが、資源保護ね、今回使えないんで、今現在使えない状況なんで、横槍来たら資源もがっつりいかれちゃいますね。あと、皆さんもね、資源保護使ってない人もいるんで、横槍がね、もし来た場合は、行かれちゃう場合がある。そして人数がね、どのぐらい集まるか、その辺注目したいですね。今のところは、続々と集まってきてるみたいでございます。さあ、どうなるかワクワクですね。しかし、ワクワクしますね。ものすごく、王の集結ね、期待しますよ。どのぐらい行けるのか。相手の兵隊は約、多分ね、おそらく200万ぐらいじゃないかなと思うんですが、参加してる人はどのぐらいいるんでしょうか。稼働してる人は多いはず。そして、相手の状況は今こんな感じなんですが、バリア張ってないですね。受ける体制なのか、ログインをしてないのか、どうなのか、わかりませんけども、ギリギリで、バリアが張られる場合もありますね。他の INS のメンバーの人は、バリアしてる人が多めです。もう、バリア張っちゃってますね。バリアしないやつもいるけど、バリアしてる人の方が多いかなと、そんな状況でございます。まもなく、あとね、約2分30秒ぐらいなんですけど、王の集結が完了するの、これ5分ね、5分間をね、なんとか、しのぎたいわけなんですが、途中ね、この5分間で、ものすごい敵がね、横からやってくる場合もあるんですよ。今のとこは、飛んできてないようですが、空いてる敷地が結構ありますんで、中にね、入ってくる可能性があるんですよ。中に入ってくる可能性がある。前回もね、交渉決裂の動画を見ていただいた方だったらわかるとは思うんですが、横槍がね、ガンガン来てたね。
すっごいガンガン来てたんで、横からね、すごい攻撃来てたわけなんですよ。なので飛んでくる可能性も大ですね。飛んでくる前に遠くからね、攻撃される可能性も大でございますね。まあたくさんいますよ。85人のメンバーさんがいますんで、近くにね、いますんで、もう敵のやつもいますね。近くに敵のやつも存在しておりますと。こいつにも行きたいね。こいつにも行っときたいでございますね。続いていきたいね。戦闘力1347万なんで、まあ行けるんだったらね、この辺にも行きたいじゃないですか。続いて。で、あと残り1分ぐらいなんですけど、もう、どうなんだろう。マジで相手バリアしようかな。タンさんはバリア張ってるんでしょうかね。現在周りの状況はこんな感じよ。こんな感じ。まあ、盛り上がってるよ。集結の状況だと、今12人参加しておりますね。そして、総戦闘力がね、18.9M になってますね。今現在 18.9M です。はい、間もなくね、もうね、集結完了しますよ。どうなるんでしょうかね。相手のね、バフがね、ものすごい高いかもしれない。スキルを戦闘スキルにしてて、アイテムでね、バフ使用してる可能性もありますんで、バフがね、ズバ抜けて上がってる可能性もあるんですよね。燃えるんでしょうか。もう、始まりますよ、集結。あ、今、始まりましたね。行きましたね。進行中でございます。おっと、加速を使う。燃えるのかどうなのか。倒しときたい。倒しときたいね。戦闘勝利。行ったね、これは。行きました。行きました、行きました、行きました。倒しました。因縁の対決はね、やりましたね。レポートの方も見ていきたいと思うんですけど。はい、こちらがね、戦闘履歴なんですよ。戦闘レポートの方ですね。こちらが進行勝利となっております。皆さん、やったね。やりましたね。殲滅数なんですが、103万人殲滅しております。すごく倒しましたね。本来だったらもう一発行きたいんですけどね、これ。もう一発ね、突っ込みたいところなんですが、猫さんが二人いたらね、同時に行ってましたね。すごいことになってましたよ、多分。そして、相手のバフもね、気になるじゃないですか。どのぐらい上げてるんでしょうかと。まだね、1000行ってなかったですね。バフの方は、暴走の攻撃がね、一応939にはなってるんですが、まだ1000にはなってなかったですよという話ですね。猫さんのバフやばい強い !1400 超えてるやばい。そして、参加してた人のね、人数とかも内容とかも見ていきたいなと思うんですが、こちらの方ね、見ていきましょう。中身はどうだと。まず、参加してたこちらの KFC の方ですね。仲間の方がライオンさん。ライオンさん T11 入れてるね。T11 と T10。で、アスナさん T10 と T9。僕もね、アスナさんと同じ編成ですね。内容がね。ボートの T10 と、ボーソンの T10 と、ボートの T9。同じですね、全く。で、信長さんも T11 入れてる。すごいっすね。損失少ないじゃないですか。負傷も少ないですね。皆さん、今回ね。すごく少なめじゃないですかね。え、信長さんとかだったら T7、6とかまで入れてますね。車もなんか徐々に入れてますね。いろいろとね、細かく編成してるみたいですよ。そして、そして、まだまだいますよ。他の人は誰が入ってたんですかね。誰が参加してたのか、大暴れのね、文太さん。文太さん絶対入っとるわ。絶対入っとる。参加してるね。あれだけどさっきね、チンピラさんが、すごく少ないって言ってた。30人か。チンピラさんが30人しかいないとか言っとったけど、復活させたのか、急激にね、急速に作り上げたんですかね。すごいいますね。そして、シューさんいますよ。T10、T10、T10、T10。4つともね、T10 で入れてくれてますね。そして、アヒルさんも可愛く300人。だけど、損失も負傷もないですね。で、今回ね、なかなか参加とかね、今までなかったと思うんですけど、アンちゃん様がいるんですよ。で、アンちゃんは最初のね、初期メンバーですよ。本当に一番初期から、KFC ね、都市1060の、KFC でね、一番最初から入ってる、頑張ってる初期メンバーさんですね。そしてお次が猫さんでございます。大暴れの猫さん。T11 入れてましたね。そして T10 結構めちゃめちゃ多いね。暴走の数とかも多いですから、21万人超えてたわ。他にもすごい細かく編成してますね。この辺が王の集結で編成するといいかなっていう感じかな。この辺ですかね。で、
多めに入れた方がいいのは、王の集結で多めに入れた方がいいよっていうのは、やっぱりね、T10 のボートとか、T10 の暴走、そして T9 のボート。その辺がね、入れた方がいいかなと思うんですよ、多めにね。T10 のボートと、T10 の暴走と、T9 のボート。その辺ね、入れてる人多いですよ。見てってもらえば多分ね、わかると思うんですけど。T10 のボートと暴走はね、やっぱりこの辺はいいですよね。20393、めちゃめちゃ入れてますね、すごい。ボート T10 15万。そして、T10 のね、暴走が21万。やばいね。すっごい。そして黒さんも T11。今回 T11 ちょいちょい入れてる人が多いんで、その辺破壊力がね、増してるんじゃないかなと思いますよ。T10 のボート暴走、やっぱり入れてますね。この辺がね、すごく多めに入れるコツじゃないかなと。多く入れると、相手をね、倒しやすいですね。すごい倒しやすい。まだまだ参加者いるんでしょうか？どうなんですかね？どうなんでしょうか？履歴の方は見たいけど、損失と負傷の方がね、すごい少ない。分かれてる、分散されてるし、すごい少ないですね。で、まどかさん。まどかさんも T10 両方入れてる。僕がこちらですね。T10、T10、T9 で入れてましたという感じで、十何万人ぐらいですかね。だいたい10万人ちょっとで、相手がこちらですよ。どのぐらいの負傷と損失、何がなってるか見たいじゃないですか。一番気になるとこだと思うんですよ。一番ね、気になるとこだと思うんで、ボートやばいね。T10 のボートが、もともと、何人おったんだこれ。150万人ぐらい。150、160万人。もっといるか。そのぐらいいたんですよね、もともと。その中での損失が21万人と、負傷が53万人。負傷53万人。これ多分すぐに回復多分ね、すると思うんで、今行ってもまた復活してる状態だと思うんですよ。そしてその他は、あまりね、いないですね。T11 とかもあると思うんですが、多分外に逃がしてたんじゃないかなと思いますよ。T11 持ってると思うんですが、どこかにいますね。おそらくどこかにいます。はい。今実際参加してた人のお帰りですよ。そして、今までは仲良かったんですが、もう行きましたね。もう敵なんで完全に。戦闘力の方が、ちなみに、2975万まで下がりましたね。さあ、もう一回行こうかと思ったんですけど、こちらの方ね、ベースを見てもらうとわかるんですが、火が消えてますね。もう一回行くとね、多分バリが張られると思いますんで、もう一回行くのはね、多分無理だと思います。はい。なので、今回は無理だけど、次回またチャレンジしていきたいと思います！はい、ということで因縁の対決ね、こちらの方の KNC で勝利しましたね。ダントツ勝ったと思います、こちらは。で、まだね、今回だけじゃなくて、引き続き、まだまだね、どんどん皆さんでやっていこうと思うんですよ。どんどんいろいろとね、皆さんでやっていこうと思います。猫さんはもう飛んでっちゃいましたね、どっかに。猫さんは移動して、どっか行っちゃいましたね。こちらの方いますね。猫さんはこちらの方にいます。皆さんまだまだやりますよ。まだまだこれからですよ。これはね、始まりにしか過ぎませんからね。まあ攻撃来てましたね、アスナさんの方にね。アスナさんの方に攻撃が来てた。やっぱりね、今現在横槍の方が来ましたね。 TNT が狙ってきてましたね。アスナさんの方に狙ってきてました。だけどアスナさんは王の集結以外はね、全部隊を逃がしていたんで、ゼロですと残念ですということで。だけどこんな感じでね、横槍もガン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 来るんで、危ない感じなんですよね。相手のバフは849ですね。強い方で849、暴走のね、攻撃力が強いですね。さあ、アスナさんも強いですが、この相手も、ね、強いと。そんな感じでございますよ。皆さん、ガンガン、ワイワイ、ガチャガチャやってますからね。もう、すっごくやってる。もう、めちゃめちゃにしてる。すごい、戦ってまくってる。これ見てもらえばわかると思うんですけど、一瞬で来たじゃないですか。危ないですよね。あの集結5分の間で、アスナさんの方に攻撃をね、遠くからね、狙ってくるやつもおるわけなんすよ。まあ、その辺がね、危ないということなんですけど、これからもまだまだやってきますんで、よろしくお願いします、皆さん。ということで、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。